皆さんこんにちは、エミです。今回は2022年4月にオープンしたピア57のルーフトップパークをご紹介したいと思います。ハドソン川沿いにあるピア57は、古い廃墟となっていた貨物専用ターミナルを不動産投資家開発業者がグーグルを主要テナントとして協力し、出資し合ってリノベーションそして再開発した新しい文化複合施設です。オフィススペースやフードコート、教育目的のレンタルスペース、そして屋上には芝生や花壇などの自然とマンハッタンの絶景が楽しめるニューヨーク市内最大のルーフトップ庭園があります。入り口にはグーグルの社員さんが入る大きな入り口があり、ピクセルの新商品発表イベントもここで開催されているようです。建物内はカラフルな色合いで可愛いデザインになっています。1階にはシティワイナリーという1000種類以上ものワインを揃えるレストランがあります。テイスティングルーム、特製のワイン製造施設も常設され、都会のワイン愛好家が集う場所です。メニューも充実しているので、外でアウトドアダイニングも楽しめます。1階のフードコート、マーケット57には約15の店舗が入っています。これらの店舗のシェフは、才能はあっても人種や性別等でチャンスを得にくい地元の若手料理人が中心で、主に女性またはマイノリティの方が経営する飲食店がメインです。新鋭の珍しいメニューを手頃な価格で試すことができます。経営は米国料理界のアカデミー賞ことジェームス・ピアード賞の財団です。日本人女性が経営する別荘というお店もあり、唐揚げなどのメニューがあります。インド料理、中華料理、メキシコ料理や東南アジアのデザートのお店などがあり、午前11時から夜の8時まで営業しています。内装もポップでカラフル、食文化の多様性を表しているようなデザインです。シティワイナリーの通路の前には、ここのシェフたちを紹介しているポスターが貼られていて、料理と食文化にも力を入れているようです。ここからはリトルアイランドとロワーマンハッタンの素晴らしい景色を楽しむことができ、食事ができる座席とテーブルがあったり、地元ビールが味わえるバーもあります。フードコートの奥にはくつろぎ空間、リビングルームと呼ばれる公共のラウンジスペースがあり、無料で使用できる Wi-Fi もあるので、ここで食べながら仕事もできる便利な空間になっています。癒しの水辺の映像が巨大スクリーンに映されていたり、窓越しにダウンタウンの景観を堪能することができます。 Google のサポートによるハイテク機器の整ったレンタルスペースが無料で使用できたり、地元の環境をテーマにしたギャラリーも常設されていて、 Google の地域貢献や素晴らしい取り組みを垣間見ることができます。さらに奥にあるディスカバリータンクというエリアは、テクノロジーを活用したギャラリーで、ハドソン川の生き物について誰でも無料で学べる場所になっています。屋上へは階段でもエレベーターでも行くことができます。今回私はエレベーターを使用しました。中は綺麗なブルーで統一されています。屋上に到着すると、目の前のガラス張りからチェルシーエリア、そしてハドソンヤードの街並みがとても綺麗に見えます。反対側に出ると、お隣の空中公園リトルアイランドをはじめ、ロアーマンハッタン、ワンワールドトレードセンターなどのダウンタウンやハドソンリバーの素晴らしいスカイラインの絶景が見えます。ベンチやハイカウンターテーブルも数多く設置されているので、食べ物や飲み物などを持ってここで座って景色を楽しむことができます。屋上の中心部分には、広々とした芝生のおしゃれなデザインのピクニックスペースがあり、リラックスして過ごせます。ここからエンパイアステートビルも綺麗に見えます。秋が近づいているということで、かぼちゃパンプキンも可愛く設置されています。階段状の木製ベンチもあり、ここに座ってゆっくり休憩できます。この芝生の下には Google のオフィスがあり、この丸いガラスはなんと天窓になっているそうで、オフィスに太陽の光が入るように設計されています。芝生を踏まないように
天窓を渡って歩くこともできます。お花もきれいに植えられていてとっても癒されます。きれいなトイレも完備されています。ニューヨークで最大面積を誇る屋上庭園ということで、どこから見ても美しい景色を楽しむことができます。ここではライブコンサートやコメディーショーなど様々なイベントを開催しています。トライベッカ映画祭も開催されたり、野外映画の上映場所としても活用されています。犬の同伴も OK なので犬の散歩にも最高です。ルーフトップ公園の最上階には真っ白な船の帆をイメージしたようなデザインの巨大な日よけが設置されています。ルーフトップパークのさらに高いところからウォーターフロントの絶景が一望できます。正面にはニュージャージーのビル群の美しい景色が楽しめ、そしてなんと自由の女神もうっすら見えます。ニューヨークハーバーが美しく、ニューヨークを象徴するような風景で、ここからの眺めは圧巻です。ハドソン川やダウンタウンの摩天楼、遮るものがない大空を眺めながらくつろぐことができます。夜にもまた一味違ったマンハッタンの夜景も楽しめます。芝生の天窓からはオフィスの光が光っていて、非常に幻想的な風景が広がります。先日行った時はエンパイアステートビルの光のショーが見えました。ピア57は毎日午前6時から午前1時まで一般公開され、誰でも無料で入れます。緑の芝生と美しい花々に囲まれたルーフトップの美しい庭園から、ニューヨークの絶景が楽しめるオアシス的な憩いのスペースで、まさに未来型の都市モデルを実現した空間です。成熟した都市の豊かさを感じることができるニューヨークの新しい人気観光スポットです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできれば嬉しいです。それでは失礼いたします。